にちは、横浜 YMCA の立花です。これから横浜 YMCA の3つの日本語学校について説明をします。横浜 YMCA は神奈川県にあります。川崎、関内、厚木に学校があります。関内はビジネス街に、川崎は住宅街、厚木は自然豊かなところに学校があります。関内校の近くにはビジネスパークや遊園地、中華街もあります。また海の近くには水族館や、またドラえもんミュージアムなど施設や建物の多い場所に学校があります。学校行事は入学式や卒業式は合同で行われます。また横浜 YMCA の全体のイベントにも学生は積極的に参加をします。オリエンテーションが終わった後、学生たちはクラスに分かれて授業が行われます。授業の中では発表会もあります。またイベントでは進学就職説明会、課外授業や街頭募金、スポーツ大会なども行われます。中には工場見学へ行ったり、授業の中で日本文化に触れることもあります。今は入国ができませんので、オンラインで授業が行われています。その中には、保育園児とのオンライン交流があったり、また自分の国の紹介したり、さまざまなイベントを考えながら授業が行われています。レベルは全部で7レベル。クラスに入る前に、まずレベルチェックをして、自分に合ったレベルで勉強がスタートされます。学生は面談を何度か繰り返して、大学、進学、就職を考えていきます。何度でも面接をしたり、先生に相談できますので、自分に合った進路、就職先を探してください。留学ビザの希望をする学生は関内校、厚木校が受付しています。短期生は川崎も受け付けていますので、希望する学生は3つの中から選んでください。また、アパートは提携している学生寮やアパートがありますので、自分に合ったところを言ってください。家具付きや食事付きのところもあります。横浜 YMCA は、関内校、厚木校に留学生が勉強して就職できる学科も揃えています。IT やホテル、そして介護福祉士となり、施設や老人ホームで働く学生もいます。関内校、厚木校、川崎校、それぞれにジムやプールがありますので、学生の勉強する環境が整っています。ぜひ気になったら、横浜 YMCA のブースへ来て、様々聞いてみてください。ありがとうございました。